中央アメリカ中部に位置するラテンアメリカの共和制国家エルサルバドル。北西にグアテマラ、北と東にホンジュラスと国境を接しており、南と西は太平洋に面しています。中央アメリカ5カ国のうち唯一カリブ海に面していない国。首都はサンサルバドル。カリブ海諸国以外の米州大陸部全体で最小の国家ですが、歴史的に国土の開発が進んでいたこともあり、人口密度では米州最高です。世帯主がアメリカへ出稼ぎに行き、その仕送りで国内に残った家族が生計を立てている家庭が多いのが中米諸国の特徴で、エルサルバドルもその例外ではありません。しかしアメリカでの滞在条件が以前よりも厳しくなっており、就労ビザが取れなくなり、強制帰国を命ぜられた国民も多く、社会問題となっています。今月28日から12月1日までの日程で、現在来日されているエルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領及び同レイ夫人。ブケレ大統領は9月、国連での自撮りで世界的に話題になりました。滞在中は安倍総理との対談や夕食会の出席が予定されており、基本的には日本との友好関係を一段と深めるための訪日になっています。ブケレ大統領の来日に合わせて、霞が関近辺の大通りにはエルサルバドルの国旗が掲揚されているのですが、そのことに気がついたブケレ大統領はその光景を動画撮影し、ご自身の Facebook や Twitter などに投稿。特に Facebook には3000近いコメントが寄せられるなど大反響を呼んでおり、現地の各メディアもこの件を取り上げています。日本の細やかな心配りに現地からは感動の声が殺到しました。エルサルバドルが日本を必要としている側なのにもかかわらず、日本は礼儀正しく僕らの大統領をもてなしてくれた。歓迎されている雰囲気を作ってくれたんだ。俺たちは地図上ではちっぽけな国だ。だけど日本のような大国でこの国の国旗がはためいている。そのことを素直に喜ぼうじゃないか。おめでとうエルサルバドルのみんな。これは神からのギフトのようなものだ。大統領は僕らの代表。その彼がこれだけの敬意を払われていることを嬉しく思う。よく知られている通り、日本人は高い教養を持つ人たちだ。こういったおもてなしもその表れだろう。とても誇らしい。おめでとう大統領。素敵な歓迎をしてくれた日本もありがとう。本当にありがたいよ。先進国からこういう待遇を受けるなんてすごいことだよ。私たちの大統領に敬意を払っていただきありがとうございます。世界の大国で翻る母国の国旗は格別ですね。感動した。日本は特別な価値観を持った国だ。日本はいつだってエルサルバドルに手を差し伸べてくれた。俺たちは国としても国民としても日本に感謝するべきだ。多分エルサルバドルの位置を知ってる人は世界にそう多くないと思う。それくらい小さな国だけど、日本はこんなに美しい歓迎をしてくれた。彼らは大国だろうと小国だろうと国で差別しないんだ。豊かな文化を持つ国はやはりこういうところが違う。なんて美しい歓迎の仕方なんだろう。大統領も心から感動しただろうね。日本は戦争や災害など幾多の困難を乗り越え、団結心と勤勉さで世界有数の大国に上り詰めた。国土は小さいのにすごいよね日本は。私2ヶ月前に日本を旅行してきたばかりなんだけど、東京に私たちの国旗が掲揚される日が来るとは思いもしなかった。大統領に威厳を与えてくれてるんだよね。いつかエルサルバドルがアメリカ大陸の日本になる日を夢見てる。それを口にすると多くの人が君はクレイジーかって言うけど、
俺はただ大きな夢を見てるだけなんだよ。俺もその夢を共有するぞ。夢を叶える意志なくして夢が叶うはずがない。大統領には日本を模範とした国づくりをしてほしい。国民はすごく親切で思いやりがあって、町は清潔に保たれてる。お互いが敬意を払えるような社会にしてほしいんだ。ここまでしてくれるなんて感動。本当に素敵な光景だね。日本人はいつも高い文化と倫理観を示してくれる。先進国の日本が敬意を持って大統領を迎えてくれたという事実、それこそ本物の国の誇りじゃないか。世界の模範とも言える国からこんな歓迎を受けたんだ。悪い気がしないはずがない。僕らが日本に対して抱く愛情と敬意がより強まったよ。個人的に驚きはない。日本には特別な文化があるから、敬意と規律に満ちた羨望の念を抱かせる文化が。すごく嬉しいニュース。祖国と日本に神のご加護がありますように。日本の皆さんに感謝いたします。ありがとうございました。コメントは以上になります。皆さんからも感想やご意見がいただけると嬉しく思います。また動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。明日もまたお待ちしてます。